でこれを許します。国田圭司君、国田君。私は日本共産党を代表して日英原子力協定改正議定書に反対の立場から討論を行います。本改正議定書は英国の EU 及び欧州原子力共同体脱退に伴い、これまで日英間で実施されてきた原子力の平和利用のための法的枠組みを引き続き確保するための措置にとどまらない重大な問題があります。本改正議定書によって現行協定に新たに追加される技術とは、資材、核物質または設備の開発、生産または使用のために必要とされる特定の情報であり、この特定の情報には技術援助として指導、技能の養成、訓練、実用的な知識の提供及び諮問サービスが含まれています。技術が協定の対象になることで、日英相互の原子力関連技術の輸出量が一層進められることになります。政府は2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の原子力産業として小型モジュール炉や高温ガス炉の推進を温暖化対策として打ち出しています。これは米国や英国、カナダ等の海外ですでに進んでいる次世代革新炉の開発に日本の原子力関連企業が参画することへの政府の支援策であり、グリーン成長の名のもとに原発を最大限活用するものであります。第9回日英原子力対応では、小型モジュール炉や高温ガス炉などの共同研究開発が議題となっており、今回新たに追加される技術はこうした日英が共同で次世代革新炉の開発研究を進めるための根拠となり得るもので到底認められません。今年は東京電力福島第一原発事故から10年の節目の年です。原発事故はひとたび起これば取り返しのつかない被害と汚染をもたらします。環境問題を原発推進に利用することは許されません。なお国際航路標識機関条約は、船舶の安全な航路に運航に不可欠な航路標識分野でのより実効性のある国際基準の策定に資するものであり、また大西洋マグロ類保存条約改正議定書は、ICAT が行う資源の保存、利用の管理のための活動の向上に資するものであり、いずれも賛成です。以上述べ、日英原子力協定改正議定書に反対する反対討論とします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は承認すべきものと決しました。次に、大西洋のマグロ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件について採決をいたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本件は承認すべきものと決しました。次に、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件について採決をいたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本件は承認すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。